ドゥ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 。はあ、聞こえますか？デレレレレレウェネ。さあやっていきましょうか。 PS4 を、持ってきました。実況パワフルプロ野球2020でございますけどね、この間、ついこの間買いました。今日はゲーム実況しながら喋りながら生きていきたいなっていうふうに思いますけど、森キャス学園高校あー、脇田優さん、お茶ありがとう。そう、今日からお茶爆ができるようになりました。皆さんやりましたね。はい、なんとお茶爆ができるようになったらしいです。できてます？できるんですか？ちょっとわからないですけども、やりましたね、お茶爆。あー、ありがとうございます。脇田優さん、お茶爆できるようになってる、ありがとう。ごめんね、なんかごめんね、ごめんねありがとうございます。こんばんは。さあさあ、というわけで実況パワフルプロ野球栄冠ナインモードをやっていくんですが、このモードどういうモードかというと、実況パワフルプロ野球というのはこれ、 ありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。じゅんじゅんさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。いや、嬉しい限りでございますね。こっちは僕映ってます、大丈夫ですね。こんにちは、こんにちは。はい、まあ、ゲームの時は僕の顔邪魔なんでね、出さないで声だけでいきますけども、今日ね、たまにこうやって出てきます。たまにね。たまにこうやって出てきます。
はい、申請取るの早かったですね。スピーディーです。ありがとうございます。お茶箱ありがとうございますね。いますよ、実はいますからね。はい、よろしくお願いしますね。じゃあ早速やっていきたいんですが、まあこれ何をするかというと、栄冠9というモード、爆弾できないけどごめんね。いや、いいです、ありがとうございます。フチブチさんこんばんは。栄冠9というモードがございます。これどういうことかというと、甲子園優勝を目指す高校球児の話ですね。これ他のモードは全部プロ野球の話が多いんですが、栄冠9というモードだけは高校野球のモードでございまして、甲子園の監督として、選手を、優勝に導いていけということでございます。本当これ次回から多分 YouTube で生配信するかもしれないですね。これちょっと皆さんちっちゃいでしょ、画面が。ツイキャスだとちょっと見にくいかなというところはあるので、出力も結構そのあのね、小さいのでね、ツイキャスはかなり、ね、森キャス学園高校西東京ということで、ここまで僕11年進めときました。はい、皆さんと一緒にやって勝てるであろうレベルまで、はい、進めときましたんでね。うん、これやっていくわけでございますけどもね。はい、一応、入学式が終わったところですね。4月からスタートということで、まずは夏の甲子園での優勝を目指していきたいなということでなんですが、もう名前も全部このツイキャスのリスニーの皆さんの名前をつけていこうかなというふうに思ってます。今日はその名前決め、名前と顔決めをやっていきたいなっていうふうに思いますんで、ここにいる方が実際にこれ監督森でございますね。これ選手がこうやっていますたくさんね、こうやっていますねたくさんね。これ全部顔とね、あれを全部変えていきます。はい、なので今からこんばんはって言ってくれた人を順番に順番に順番に、リスニーの皆さんの選手にしていきますんでね。はい、でその中で、試合に出れない人も出てきます。もちろんその能力が足りずにね。だから今コメントで皆さん浮上してください。コメント名前つけられたいよっていう方はコメントで浮上しておいてください。それを僕はランダムで順番でつけていきますんで。あ、お茶爆申請ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それじゃあはい、じゃあもう順番につけていきますよ。名前をね、名前つけていきますよ。もう今上におる人からいきますよ。もうタクミズムさんから、はいはい、タクミズムさん、はい、これガンガンつけていきますからね、これね。あ、間違えた。これも待ってたらキリないんでね、その時コメントで目ついた人の名前をガンガンつけていきます。タクミズム、はい、検索する、あるかなタクミって。実況の名前はタクマルでいきますね。はい、タクマルでいきます。はい、次、夢とママさんですね。この方、夢とママさん。はい、もうガンガン目についたのでいきますから、どんどんコメントしてください。どんどんコメントしていただいて、うん、夢とママさんですね。はいはい、これでOK です。はい、夢とママさんですね。これ試合に出れるかどうかはちょっと分かりません。その正直全員出れることじゃないんでね、野球っていうのはね、9人でやるもんなんでね。夢とママさん、うん、うん、夢ヶ崎だね、うん、になります。はい、次、しおりさんですね。はい、このその時一番上にいるコメントの人いきますから、書きにくいの S、HC、これなんこれ大文字の I か、大文字の I、 ゼロやな、ほんとこれゼロ、 R、 小文字の RL やね、 RL、 これね、これでいい、これ、はい、これじゃあこれで降りていきますからね。トトロキになってるけど、しおり、しおりっておるかな、しおりってありそうな気ですね。これ女性キャラクターもいるんでね。しおりおった。あ、おった。奇跡的におった。
あっという間に、おまたくんのところ、はい。じゃあ、しょうこさん。しょうこさんね。しょうこさん。これもアルファベットね。SHO、アンダーバー、ちょっと、これか。KO ね。これ名前決めだけでかなり時間かかるな。1時間はみんな覚悟してて。はい、これ翔子さん入りました。翔子おるかな、翔子。全てから選ぶ。入力し、しょ、しょ、しょ、よ。翔子、翔子っておるかな。翔と、翔とやったら。翔太、翔也、翔の、翔、翔徳、翔、翔吾、翔吾。これ、翔吾です。翔吾です。次。次ね。まこさんね。まこさん行こうかな。バンバン下がるから、バンバンコメントして。まあ、2人は、同じ糸を2回はつけないから、そのうち大丈夫。ただ、いちいちコメントを遡ってやるのが、めんどくさいから、これ頼むわ。はい。これ、まこさんね。検索します。まーこ。あ、おるんちゃう、まこ。おった。奇跡的におった、まこ。はい、次。じゅんじゅんさんね。タイミング合わんな。大丈夫、そのうちみんなつくから。多分ね。J。U。J、U、N。JUN じゅんじゅんさんね。これ視聴者参加型というか、視聴者が実際にプレイしますから、じゅんじゅんさんね。はい、これで、これまだ名前決めだけなんでね。間違えた。ちょっとラグがある。じゅんじゅん、自由、じゅんじゅんに聞こえるね。はい、次。はい、マミーさん。はい、マミーさん、朝早いのでこれで失礼します。ありがとうございます。あ、お茶箱ありがとうございます。マミー、これみんな試合はちょっと出れないかもしれない。これは強い人しか出れないから、やっぱり、うん、それはね、しょうがないのよ。みんなこれもう野球ってそうやから。マミー、あ、マミがおった。これでいくわ。はい、次。はい、マリナン。名前決め長いですよ。これ30人ぐらいいますから。これ全員いけますから。マーリーナン。強さはね、後でちょっと説明しますけど。マリナン。田中になってるね。マリモです。はい。山口さん、ココナッシュ。ココナッシュ行こうか。ココナッシュ。ココナッシュ。めっちゃ時間かかる。これだけで1時間かかるからね。みんな、覚悟しといて。一回休んできていいよ。一回休んできていいね。ココナッシュ。ココナッシュなんか絶対ないやろな、実況の名前に。ココ。ココノエ、ココロ、ココノエ、ココロ。ココロでいくわ。ココナッシュね、聞こえるもんな。はい、次。マスミンミン。お風呂入ってきていいですよ。全然余裕。まあ、全然かかるから、マジで。これみんなの名前をね、こう抽出するところがめっちゃ時間かかるから。マスミンミン。これマスミンミンはもうあれです。ちょっと申し訳ないですけど、マスミンミンとは呼ばせないですね。読み上げる名前はもちろん、マスミといえばやっぱ、桑田。ね、これで。ですね。桑田。これで。マスミンミンに関してはこれです。仮眠していいです。全然仮眠。まどか。まどか。まどかさんね。
こりゃ大変やな、全部入れんの。 M、 大平って誰やん。 M、 A、 D、 D、 それの分からん、めんどくさいからこれでいくわ。はい、マドカですね。マドカ、マドカ、マドカキャッチャーですね、しかもね。これまだ誰がレギュラーなのかちょっと分かってない状態ですからね。マドー、ああ、マドロック。これマドカはもうマドロックです。はい、次、ハズ。ハズ。ハズですね。ハズ。H、A、Z、U、ハズ。これね。あ、ちょっと待って、ニック、名字黒岩になってた、なってたわ。黒岩っていう名字になってた、なんか知らん。自動的にやで。寝てたかも。は、ハズ。はい、これでね、これでいきますね。検索、ハズおるかな、絶対おらんやろな。ハーズ、あ、ハズゼロやわ。もうハーから探すしかないな。ハーからハズみたいな、ハズみたいな、これな、ハズ、ハズ今聞こえるもんな、ハルで。じゃあいきますね。はい、次、ボボさんね、 BOBO。はい、ビーホーム。いや、ここにもう時間取られてたらしょうがないから、ガンガン行くしかないから、ボボ、はい、ボボ、ボボね。ボボは何なのかな、ボボ。でも雑、もうこんな雑が一番面白いから、ボボ、ボボはないわ。ボから始まる。はい、はい、次、ムロロさんね。はい、ムロロ、はい、ムロロさん。ムロロさんはなんかムロっておりそうやない、なんかムロ。ほら、はい、ムロです。次、ひでこさんね。ひでこさん。ひでこ。はい。おいね。あ、もうちょっと、もうニックネームの方いってしもうた、これ。ニックネームの方いってしもうたらめんどくさいねん、これ。これ今、チームに登録してる人全員分入れますから、ちょっとだんだんコメントして、ガンガンコメントしててください。ガンガンコメントして、上の方にいるまだ入ってない人入れていくんで。ひでこ。ひでこ。ひでことかあるかな、ひで。ひでのりみたいなのおるんじゃない、ほら。あ、これ。ひでこに聞こえるからこれでいくね。はい、次。ムロロさんいった、マスミミさんいった、ひでこさんいった。もうおらん。ハイジ、ハイジね。もうそれもハイジだけでいくね。ちょっと。ハイジ。ハイジ。もうまた俺こっちにやってしまうだもん。ハイジ。なんかおらんやろな。ハイジ。エグで、ハイジ。はい。ハイジは絶対おらんと思うわ。あ、トモピンね。次トモピンね。ハイジ。ハイドでいくわ。ゲーム配信です。はい。次トモピンね。はい、トモピン。入れる。ちょっと待ってね。はい。もう、ごめんね。全員広げなかったらごめんよ。その時はごめんよ。でもこれ、すぐ卒業してまうから、3年生は。3年生すぐおらんなるから。1年生、2年生、3年生やから。野球です。パワフルプロ野球です。今誰やった俺。トモピンね。トモピン。
ともぴん、とも、ともみ、ともよせ、とも、ともり、うん、ともり、うん、これともりです。はい、ともぴん聞こえるからね。はい、次、次、きゅうちゃん、きゅうちゃんね、きゅうちゃん、違う、きゅうちゃん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 、待ってね、きゅう、きゅう、これもう一層あんと、きゅう、もうこれでいくね、きゅうちゃん、きゅうちゃん、これまだみんな顔決めあるから、顔決めっていうのあるから、名前決めたら次顔決めやから、顔、あ、音切れた、あ、大丈夫、はい、オッケー、きゅうちゃん、名前ね、きゅう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 で検索しよう、もうきゅうで検索したら合計しない、9個、九州、九時、キューティーズ、キューバ、キューバ国になっても国になっても、次誰、誰だっけ次、エミちゃんね、エミでいくよ、もう EMI でいくよ、 EMI ね、 EMI でいくからね、ごめんね、全部まで入れてやるとあれだ、はい、エミ、エミ、エミはありそうじゃない、エミあった、すごいよ、引きがすごい。はい、次、もう半分以上来た、次、ルマンディチャコ、もうチャコでいくね、チャコでいくよ、チャーコ、はい、チャコね、チャコおるかな、ち、ちや、はい、チャタニ、チャイナ、チャイルズ、チャイルド、チャスン、チャップマン、チャライ、チャレンジャーズ、チャンス、チャーチ、チャーチル、チャンピオンリングス、うさこ町ね、うさこ町こまち、こまち、しょう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 、じゅうじゅうしゅうじ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 ゅうしょう、あった、こう、ちょうちょうちょう、ちちおうよ、ちょう、うさこう、あ、まち、はい、うさ、うさこ、う、うさ、うさみ、うさ、うさみ、うさ最初の漢字読めん人みたい花さんね、はい、花さん、ちょっと待ってね、今コメント終えてない、HANA ね、 NA、 もうこれ今ランダムでどの選手になってるか全然俺も分かってないから、花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 さんね、おわ、おる、奇跡やん、はい、あと、あと10、あとね、8人、あと8人、あと8人ですよ、プチプチさんね、プチプチ、プチプチ、さあこれ誰が今のレギュラーなのかってとこですよ、本当にまず大事なのはこれ、あれみんな試合出れんかっても怒らんといてね、これしょうがないから、実力社会やから、プチプチさんね、プ、プーなんかおんの、プエルトリコ、プポート、プライス、プライディ、プラマ、プルマ、プレストン、プロクター、プロペラデストロイヤーズあ、面白い、あとは、あと言ってないの誰、あと言ってないの誰、あと言ってないの誰、これゲーム配信です、例の配信やりますよ、後で。あの、機次第ね。ベンチャー温める。読まれへん。森は監督で言いますんでね。今、おかんが来たから、おかん入れようか。おかんね。おかん。タバコ買ってきていいよ。全然。
2時3時までないから、あの配信は、例の配信は入会金取られます。はい、おかん。おかん、おかん、おかんみたいな。おかん、おかん、これでいいかも。おか、はい。あと入ってないと誰？大福餅さんね、大福餅、だ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 、大福、福、大福餅、はい、餅、大福餅、はい、大福餅さん、はい、OK、バント要員で大丈夫ですよ、はい、大福餅、だ、あ、間違えた、大、大、大まで行こうか。マリ、マリさんね、マリさん行こう。ちょっと待って。大魔神って呼ばれて、大魔神って呼ばれてたんだよ。うん、面白い。マリはおりそうやない？マリはあるんじゃない？マリは。マリオ、マリモ、マリー。マリーやな、これは。はい。次。あと誰言ってない？誰言ってない？ミキさんね、ミキ。ミキはもう普通におるんちゃう？これ。ミキ。なんか漫才コンビみたいになって思ったけど。これミキは絶対あるよ。これはあると思う。佐々木みたいな。ほら。ミキ、ミキ、ミキ、ミキだ、ミキや。オッケー。あと3人。あと3人入れる。あと3人入れる。誰？入りたいとコメントして、入りたいとコメントして、入りたいとコメントして、メンバーに入りたい。あと3人だけやから、あと3人だけやで、チャンスあと3人やで。しげるいない、しげる、もうしげる入れとこうか、とりあえず。しげる入れとこう、とりあえずな、とりあえずしげる入れとこう。うん、しげる、うん、しげる入れとこうね。俺とりあえずしげる入れとこうわな、とりあえずね。しげドキンちゃん、ドキンちゃんね、はい。しげをしげるしげるって、ノリ入れてて、あと2人しか入られないから、じゃあドキンちゃんとドリン、ドキンちゃんとノリさんで、あ、ぬきさんか、ぬきさんか。じゃあちょっとしげるだけ外すわ。それで終わりね。はい、ありがとう。終わりね。のり、のりはあるんじゃない？しげる、しげるだけ外します。しげるはもう外します。はい、のり、のり、これで終わりね。これでも一年周期でどんどん人変わっていくから、ちょっと待って、これ1年周期で変わっていくから、もう3年生卒業するから。はい、あと誰だっけ、ドキンちゃんとぬきさんね。間違えた、ぬきさん、ぬき、これもぬきさんっていう名前で、ぬきさんまでが名前やから、これはしょうがないから、ぬきさんね。はい、ぬき、ぬき、ぬき、ない。ぬーだけで。はい、ラスト。ラストだとドキンちゃんね。はい。ドキンちゃん。ドキンちゃん、はい。はい。ドキン
ドキンでいくね、はい、ドキンない、あるわけない。ドキンドキンドキン、ドリームドルフィンズはい、できました。これでとりあえずみんなチームのメンバーが確定しましたんで、今あのこれ入ってる人、今コメントに言いますか。次顔決めですよ次顔決めですからね、皆さん顔決めいます。じゃあまず、タクミズムさん、数字を言ってください。数字、タクミズムさん数字言ってください。顔いきますよ、数字だけ言ってください。何でもいいです、数字。1から20までの数字言ってください。タクミズムさん見てますか？見てなかったらもうランダムでいきますよ。5いきます。1,2,3,4,5、タクミズムさんこれですはい、続きまして、あ、夢とママさん、タコミズさんこれですからねはい、夢とママさん、はい、夢とママいくよ。はい、数字言って、数字言って10ね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、あ、いいじゃんこれないいぞいいぞいいぞかっこいいかっこいい。はい、次しおり、はい、しおりさん、はい、数字言って、はい、数字7,1,2,3,4,5,6,7。 はい、しおりさんこれね、さっき見たことあるめどっかで見たことあるめはい、次しょうこさん、はい、しょうこさんいくよ。はい、しょうこさん数字言って、しょうこさん数字言って、しょうこしょうこ数字、はい、言うてはよはよ言うて8,1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、これです。あ、なんかいいぞ、なんか普通普通だぞみんな。はい、まこさん、はい、まこさんいくよ。まこさん数字言って、ほい、これまこさんちなみにこれエースですね。まこさん7ね。はい、まこさん7いきますよ。1,2,3,4,5,6,7。 はい、これですはい、次、はい、じゅんじゅんさん、はい、じゅんじゅんさん数字言ってください。これランダムなんで同じ顔になる可能性。13、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 はい、これですじゅんじゅん、はい、じゅんじゅんさんこれ。はい、マミーさん、はい、次マミーさん、はい、はい、マミーさん、マミーさん、はよ、はよ、ちょうだい。はい、9、1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、マミーさん、これです。黒肌白髪ですね。はい、これ覚えてくださいね。マミーさん、これですからね。はい、マリナン。はい、マリナン、いくよ。はい、マリナンは、はい、マリナン、なんぼや、数字、はい、言うて。はい。6、1,2,3,4,5,6。 はい、マリナンこれです。なんちゅうメガネかけてはい、ココナッシュ、はい、ココナッシュは、ココナッシュ何、ココナッシュ16ね。はい、いくよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。 あー、かわいい、かわいい、全然かわいい。はい、マスミンミン、番号20までにしてください。20までに。はい、マスミンミン、マスミンミン、はい、はい、マドカも構えてて、マドカも構えてて、マドカはい、マスミンミン19、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。 はい、これですはい、マドカ6ね。ハズ構えてて、ハズ、はい、マドカ1,2,3,4,5,6。 はい、これです。女の子になりました、ちゃんとはい、ハズ、ハズいくよ。はい、はず、はよ、はよして。17、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17。はい、はず、これです。千人みたいなやつ出てきて。はず、はい、はず、これね。はい、ボボ、はい、ボボ8ね、ナイス。はい、ムロロさん構えてて。1,2,3,4,5,6,7,8。はい、これなんやこいつ。あれだっつ。なんやこいつ。はい、ムロロさん、ムロロさん行って。ムロロさん11ね、オッケー。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 何やこいつ髪緑眉白髪やで。はい、ひでこさん、はい、ひでこさん数字言って、1から20までの、1から20までの、はい
7ね、ひでこさん7ね、1、2、3、4、5、6、7、はい、ひでこさんこれです。葉っぱ加えて持ってる。ひでこさん葉っぱ加えて持ってる。あかんで、葉っぱ加えたら。はい、ハイジ、ハイジ行くぞ。ハイジ、ハイジ何回。ハイジ何回行こう。17ね、オッケー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。はい、配信これです。なんやこいつ。片目になんかつけてる。はい、トモピン、はい、トモピン、キューちゃん構えといて。トモピン、キューちゃん、はい、数字ちょうだい。あ、これトモピン、これあー、1年生だ。はい、トモピン15ね。はい、トモピン15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、トモピン。あ、これ、ええやん、男前やで、こいつ。ほら。トモピン、俺男前になったわ。ほら、よかったな、これな。はい、キューちゃん9ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、キューちゃん、これです。目離れ、青髭、緑眉ですよ。はい、エミちゃん。エミちゃん、チャコちゃん、早く構えてて。エミちゃん、ジャコちゃん。はい、エミちゃん、11ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、エミちゃん、これです。何や、何ついてんの、その、顎に。はい、チャコちゃん、8。うさこまち構えてて、うさこまち。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、あ、なんつるっとしてる。つるっとして、あ、髪ない。チャコちゃん、髪ないわ。ごめん。ズルズルやわ。ちゃこちゃんズルズルやわ。うさこまち18。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。はい、これです。いいな、褐色系の。はい、花ちゃん花さん、プチプチさん構えてて。花さん、プチプチ。はい、いくよ。花さん10ね。はい、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これ。なんやこいつ。なんやこいつ。帽子ちゃんとかぶれ、まず。なんやこいつ。はい、プチプチさん。プチプチさん。プチプチ。あ、おかんも構えてて、プチプチさん12ね。プチプチさん12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。これ何これ何これ、プチプチさん、これ何これ。はい、おかん20ね。大福餅構えてて、大福餅さん、はい、20。はい、20、おかん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。おかんこれおかんこれ。後ろから見て、ほら、後ろ見てみ、これ、後ろから見てみて、ほら、なんやパンみたいになってるやん。はい、おかんこれね。大福餅さんは、大福餅さん書いてくれた。大福餅1ね。大福餅さん1ね。いくよ、よーいスタート。これです。はいはい、次マリちゃん、マリちゃん4ね。次ミキさん構えてて、マリちゃんいくよ。1、2、3、4。これです。あ、これなんかヒゲ生えてるけど、めっちゃロン毛。めっちゃ髪長い。めっちゃ髪長い。はい、ミキさん2ね。ミキさん2いくよ、いくよ。1、2。あ、かっこいい。なんか頭良さそう。あ、こいつしかもレギュラーや。はい、次ノリさん、のりさん、のりさんおらんのやったっけ。のりさんおらんのやったら、のりさんの代わりにえみちゃん言って。はい、ぬきさん、ドキンちゃん構えて。あとで俺も一応やっとくわ。俺一応自分の顔に寄せてるけど、俺も行くわ。俺はじゃあ6で行くわ。1、2、3、4、5、6。監督これです。はい、ありがとうございます。はい、のりさん15。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、これです。どうなってる、竜みたいな、竜みたいなのになってるやん。
はい、ドキンちゃんが何ぼって20、ドキンちゃん20ね。はい、いくよ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。あー、なんだこいつ気持ち悪い。甘栗みたいなやつ出てきた。剥く前の甘栗みたいな。甘栗剥いてませんでした。はい、ぬきさん、ぬきさんの代わり誰行こう。ぬきさんの代わり、じゃあ代表して俺が行くわ、俺が行くわ。ぬきさんはぬきだから12でいくわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、ぬきさんこれです。はい、というわけでできました皆さん。今これ、まあ、1年目なんでね、ここからまだ次に参加できる方もいらっしゃいますから。はい、たくみずむさんがこちらでございます。はい、ゆめとママさんがこちらでございます。しおりさんがこちらでございます。しょうこさんがこちら、まりなんさんがこちら、まみーさんがこちら、じゅんじゅんさんがこちらまこさんがこちら、ココナッシュさんがこちら、あーかわいい、まずみんみんさんこちら、まどかさんこちら、はずさんがこちら、はいじさんがこちら、ひでこさんがこちら、むろろさんがこちら、ぼぼさんがこちら、ともぴんさんがこちら、ウィニングイレブンじゃない、キューちゃんさんこちら、エミさんがこちら、チャコさんがこちら、オカンがこちら。これめっちゃおもろい、こいつこいつ絶対試合使わんとこ気持ち悪いから。はい、プチプチさんがこちらこの辺の流れ、この辺の流れすごいな。この二人もう絶対使わんとこぜな、こいつら。はい、花さんがこちら、お茶箱ありがとうございます、じゅんじゅんさん。はい、花さん、花さんもなんか嫌やなはい、うさこまちさんがこちら、はい、大福もちさんがこちら、まりさんがこちら、みきさんがこちら、のりさんがこちらで、ぬきさんがこちら、どきんちゃんがこちら、森さんが監督はこれでございます。はい、ということで、はい、もうあれです。今とりあえずオーダーを決めていきたいんですけど、今3年生だから、3年生がちゃこちゃん、まりちゃん、大福もちさん、はなさん、みきさん、のりさん、うさこまちさん、まこさん、しおりさん、しょうこさん、この辺が主役になってきますね。3年生が1年目なんでね、3年生が強いです。2年生、1年生と順番に弱くなります。だからもうそろそろ卒業です、この3年生は。はいはい、ちゃこちゃんは1番バッターですね。キャッチャーで1番ですね。マリちゃんがレフトで2番ですね。あ、これどうしようかな。ないわ。大福餅さんが、サードで3番バッター。花さんが、4番バッターですね。花さん4番バッターです。この顔で。はい。ミキさんは、セカンドですね。5番セカンド。5番セカンド。あ、そうしようか。ちょっと待って。でも、先ね、ちょっとええわ。もうとりあえず練習するわ。とりあえずこれ雑談しながら、ここら辺はもう試合ないから、やっぱりボボボーズベンチ、あ、そうですね、必ず2年生も3年生も1年生も最終的には試合に出るチャンスが出てきます。ただし、あ、練習効率上がった、ナイス。これでペッパーで一気に稼いでいきましょうこれシミュレーションで、実際の試合は全部監督が指示をするという形でやります。だからみんな出てこない可能性もあります。はい、うさこ町の肩が上がりましたね。うさこ町の肩が上がりました。はい、このゲームは、エカナインといって、シミュレーションの高校野球ゲームでございます。ね。これパワフルプロ野球のやつなんですけども、あ、練習指示来た。ちょっと一回練習指示だけさせてください。この、高校野球ですね。しおりさんは、はい、抑えのピッチャーという感じですね。球速、だからしおりさんは150キロを投げます。ね、150キロ投げてコントロール B、これ、S、A、B、C、D、E、F、G という、能力の強さになっていて、S が一番強くて G が一番弱いです。新庄いません。はい。で、しおりさんはコントロール B でスタミナ E なんでね、ちょっと、球速を伸ばしたいと思います。翔子さんは、多分もう試合に出ることはない。ないぐらいで、ね、球速上げましょう。で、まこさんはエースですね。まこさんエースですよ。このチームのエースですからね。まこさんにかかってますよ。はい。はい、個性的な高校。
ダルビッシュはいたような、はい、いますよ。タクミズムさん、タクミズムさんは次のエース候補ですね。勝ち運持ってますね。シュートがめっちゃ曲がるなこいつ。はい、まあこの辺は皆さんも、ね、興味ないと思うんで僕がやっていきますけど、マミーさん、マリナンさんは、1年生のピッチャーですね。マミーさん、マリナンさん、夢とママさんは1年生ピッチャーです。2年生ピッチャーがタクミズムさん、ジュンジュンさん、ココナッシュさん、この9名がピッチャーですね。でキャッチャー兼外野手がマリさんね。マリさん、これパワー全然上がらへんなこいつ。こいつなんやなこいつ。はい、チャコさん、チャコさん強っ。ミート A、 パワー A、 走力 A、 肩力 C、 守備力 C、 補給 87A。 これどういうことかというと、まず一番左の弾道というのが打った時の球の飛び方です。上に上がれば上がるほど強いです。で、ミートっていうのが打つ時の、どれぐらいバットに当てれるかのやつですね。パワーっていうのが打った時の力の強さ、走力っていうのが打った後走るスピードの速さ、まあ、守備の時の走るスピードの速さ、権力っていうのが 肩の力とかで、権力というのが、守備の時に守る肩がどれぐらい強いかということですね。投げるのがどれぐらい速いかという、守備力っていうのが守備力です。はい、補給っていうのが取る時にどれぐらい上手かということですね。チャコさんだいぶ強いですねこれ。チャコさんめっちゃ強いですよこれ。これ めちゃくちゃ強いです。こんな顔して、こんなおとぼけ顔して。はい、トモピンさん、あ、そうですね、まだまだです。これ1年生入ったばっかりなんでね、入ったばっかりは弱いです。で入ってどんどん鍛えていくと強くなっていく。そう、あとは監督次第、僕がねしっかり育てていきますからみんな。はい、まどかさんは、キャッチャーですね。これはもうパワーを上げときましょう。トモピンさんはとりあえず補給を上げて守備ができるようにしていきましょう。ノリさんはとりあえず肩を上げたいけど一塁手なんで肩いらないからパワーいっちゃいましょう。ごめんなさい、パワーいっちゃいましょう。花さん、花さんは、ノリさん外野手ですね。ノリさん外野手だからやっぱ肩いるわ。花さんがファースト守ってますね、レギュラーですね。肩上げたんで、こっからもパワー振り切りでいきたいと思います。はい、ひでこさん。ひでこさんが1年生でファーストですね。補給は高いね、守備力上げていきます。はい、ミキさん、ごめん、もうちょっと名前呼び捨てていくわ、めんどくさいから。さん付けで継承略でいきますね、ここから。はい、もうここからは皆さん、そこのそのツイキャスの人のことじゃなくて、ここの中の選手ですから。僕監督として、ミキ、おい、お前はあれや、肩を上げろ。はい、マスミンミン、お前サボってばっかりいるな、お前は。すぐしっかりしろ、お前ミート上げとけよ、お前。ムロロ、なんだムロロって。ロロってなんだ、おい。頼むぞ。2年生のセカンドですね。ドキンさんは2年生のセカンド。いやー、2年でこれか。パワー見た方が。ハイジ。ハイジは補給やな。ハイジはちょっと守備の練習しておけ。いいな。大福持ち、なんだお前はその、素晴らしいミート力は。まあ、大福持ち。サード任せるぞ。対左投手できない、打てない。はい、プチプチさん、プチプチ、おい、プチプチしてんじゃねえぞ。補給を上げておけよ、お前みたいなもんは。はい、うさこ町ショートのレギュラーだな。補給行こうか。パワー S ですからね、もうね、うさこ町さんは。うさこ町パワー S。 はい、おかん、なんだまずその顔は。貴様、ムードバツって書いてあるぞ。おかん、ムードを悪くすんじゃねえ、チームの。おい。頼むぞ、補給を上げておけ。まず1年生は補給とね、あれを練習して。これ1年かかるのに、1年やるのに 1時間半ぐらいかかるんで、1時間半ぐらい皆さんいます。はい、ボボちゃん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 強えな。これが特能といってね、青いのがプラスで、赤いのがダメ。ダメってことです。うん、とりあえず見てあげておこうかな。ぬきさん、なんだぬきさん、金玉のことばっかり言ってんじゃねえぞ。はい、パワー、ハズ、ハズはとりあえずパワー上げておけよ。お前はパワーに定評があるんだ。エミちゃん、とりあえず補給アップだ。キューちゃん、とりあえず補給アップだ。
OK。これ赤がピッチャー、青がキャッチャー、黄色が内野手、緑が外野手です。はい。OK。これでちょっと進めていきますね。試合ぐらいまで。まあ、ここから育てていくシミュレーションゲームなんで、どういう練習をしていくのかっていう、さっき俺が練習指定しましたけど、誰をおすすめしようかな。ここは、まあ、大福餅やな。大福餅がプロ入りに近づいたな。よう、そんな名前でプロ入りに近づけたな。はいはい、はい。ガンガンいきますよ、この辺は。この人のいるところに泊まると、その人がなんかしてくれるみたいなことです。これ占い師ですね。占い師が性格を変えてくれるんですけど、これそれぞれの人に性格がね、割り振られてます。性格の説明だけしとこうかな、先に。ココナッシュの性格を、熱血感。これね、一人ずつ性格っていうのがあって、性格によって伸びる能力が違うんですね。で、例えばこのしおりさんだったら、やんちゃってことでね、性格ってあるでしょ？やんちゃということ。しおりさんはやんちゃです。はい、しょうこさんは熱血感。まこさんはクール。たくみずむさんは内気。この内気っていうのが一番強いです。内気っていうのがあると、その固有能力みたいなのがあるんですよ。性格によって打席に立ったりピッチャーやったりするときに固有能力があるんですよ。で、その固有能力を発動させたときに一番強いのはこの内気っていう能力です。だから内気の人は優先的に試合に出れます。はい、ジュンジュンお調子者、ココナッシュ熱血感、マミーお調子者、マリナンしたたか、夢とママクール、マリー内気、あ、これも で間違いなく試合出ますね。チャコお調子者、マドカやんちゃ、トモピンクール、ノリやんちゃ、ハナごく普通はい、ヒデコ天才肌、これ強いんですよ。天才肌はどの能力も伸びるんで、3年に1人ぐらいしか出ません。はい、ミキ内木、マスミンミンしたたか、ムロロごく普通、ドキンごく普通、ハイジお調子者、大福餅したたか、プチプチ内木、うさこまち熱血感、おかんクール嘘つけ、ボボ熱血感、ぬきぬきさんしたたか、はず内気、えみやんちゃ、きゅうちゃんごく普通となっております。これまあ一番あんまり効果ないのがごく普通なんですよ。で、一番強いのが内気です。で、その次に強いのが天才ですね。天才肌は全部の能力が上がるので、一生懸命育てれば先見た能力がオール S まで上げれたりします。さあ、これパン屋さんなんでね、パン食べたらね、能力上がりますから。プチプチの補給が上がった。はいはいはい。4が欲しい。ミートバッティング。これアイドルのとこ行きたいですね。高知出身とか関係ある？ありますあります。これね、スカウトできるんですよね、11月から。その辺はまたその時になったら言いますわ。とりあえずさっきの練習内容で頼むわ。よしよし、ここからやから。6月からもう最後の夏の大会始まりますからね。3年生は、3年生のみんな大丈夫か。6月から最後の大会始まりますから、黄色だと練習の効果がアップします。青だと何かいいことが起こります。もう仕上げに入ってますから。これはこれ1年目で甲子園優勝できたらもう大したもんですよ。ベースランニング、最後の夏ですよ。これもう思いを全部乗せてね、プレイしてもらいます。最後の夏の最後の追い込みなんで、ここはちょっと真剣にやっとかないと甲子園優勝できないんで、ハイジの性格をお調子者ちょっと変えてく、打ち気になったり、あ、クールになった。あえてね、占い師は性格を変えてくれます。で、このプロ野球選手マスに泊まると、今までこの学校を卒業していったプロ野球選手がなんか教えてくれたりとか、いろんな効果をもたらしてくれます。はい、臨時コーチナイス。あー、ちょっと一マスしかわからんかった。雑魚が出てくんじゃねえよてめえ。最後の思い出作ってね。
はい、占い師僕です、あれ。はい、いいですよ。まあ、この辺はね、皆さんやってもしょうがないんで、この辺踏んでいきたいですね。これスカウトの人なんでね、スカウトにアピールすることによってプロ入りさせれることができるというね。これはチャコちゃんは5だから、うさこ町だな。うさこ町を入れていこう。たまに日付の下に出てくる選手のコメントじわる。あ、ほんまや。花、宿題が終わらないんだけどな。おかん、風腹減ったな。やっぱりな。チャコ、ファイト、おー、大福餅ミスった。マリナン、今の俺ナイス。ボボ、うりゃ、おい、ナイス。マコ、今日はいいぞ。ムロロ、疲れた。頑張れ。はい。こういうね、細かいところも、大福餅は気づきましたね。腹ばっかり減ってるから、おかんは。練習しろ、ちゃんと。おかん、しっかりしろよ、おい。はい、窓かナイス、チャコナイス、プチプチナイス。これ、能力がこうやって上がっていくんですよ、練習して。このカードの上が、何マス進むかっていう数字ですね。で、下が内容ですね、何をやるかと。この何をやるかによって、能力の上がり方が変わっていくということですね。で、このプロ野球選手に泊まると教えていただけると。臨時コーチ、予定変更。はい、別にどうでもいいです。このね、本屋さんのマーク、これは確実に止まります。なぜなら、固有スキルを、さっき、ブルーの特殊能力っていうのをね、身につける本をくれる。これ3でいきたいから、2の1でいこう。はいはいはい。いいですよ。このバットとボールのマーク、は、ここを踏むと、特殊能力を身につける権利が与えられる。身につくか身につかないからその人次第。誰にしようかな。とりあえず3年生を威圧感守備職にこいつ呼ばんやろ。あれ、うん、花さんにパワーヒッターかなんかつけたい。つけれない。あー、じゃあラインドライブでつけつけ。でけへんのかい、花。しっかりせんか、この野郎。もう、見てたらね、そのうち覚えると思うんでね。しっかりしろよ、おい、花。そういうとこあるぞ、昔から、お前は。なあ。頼むぞ。これ、基本的に3年生主役なんで、1年生、2年生はあんまり出番ないと思いますけど。やり込んでます。これ、このモードね、もう10年やり込んで、11年目から森キャス学園に名前変えたんでね、それまでは森学園だったんでね。1で。試合はね、6月からです。今、5月31日、左上に出てる5月31日なんで、6月から大会が始まります。6月末から。もうマシンガノック。4番ですよ。花さん4番ですからね。あ、これちょっとだけやらせてください。これシュートでいい。これフォークにしようかな。ここなしゅー。2年生か。もうコントロール上げていかんと。はい。マミーはとりあえず休息。この、うわ、なんのこいつ。マリナン、あれやわ。田中将大転生やわ。マー君やわ、これ。これだからもうエースですね。マリナンエース候補。次の年のエース候補だね。で、ココナッシュが多分エース候補、2年生のエースだね。マリスさんは、これでもパワー上げときたいよな。チャコ強えな、マジで。肩上げよう。マドカはとりあえずパワーでいいな。補給でいい。守備力でいい。守備力上がった。これ型やな。はいはい。補給 D になった。守備力。とりあえずね、控えの選手は守備力と補給を DD にして守れるようにします。D はないと守れないんでね、最低限。プチプチさんも補給あげてもらって、補給、ミート、うん、ボボはミートでいいね。ヌキさんはパワーあげといてもらって、ハズはパワー、
補給、守備力で補給、OK、これでめちゃめちゃ早いんで、僕ちょっとなんとか試合までさっさと進めますね。去年まで高知の高校だったんですけど、今年から西東京代表を目指す戦いになります。西東京は非常に難易度が高い、一番難易度が高いんで、僕もまだクリアしたことないところですけども、ここクリアできたらもう大体、ここが大阪ね、甲子園で強いのはやっぱり東京大阪がやっぱ高校数が多いんで、柳沢慎吾も用意しなきゃね、甲子園といえばね。はい、あーナイス、練習効率上がった。これはマシンガンノックで一気に稼ぎたい。あ、コンテニックワンありがとうございます。いいよ、いい感じ、いい感じ。はいはいはい、これ次3マスで本を踏み、めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がるやん、みんなめっちゃ上がった、めっちゃ上がった。いいよいいよ、 OK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 、 3が欲しい、 OK。 いいよ、はい、順々の経験値上がったよ。八王子学園ですね。でもこれ八王子市という設定でやってます。うさこまちさん、コンテニコインバックありがとう。コンテニコインバックっていうのもあんの？この辺はね、特にやることないんで、皆さんと雑談しながら日程を進めていきたい、そういうふうに思っております。うん、マシン打撃をやらせてください。あー、やばい、試験がある。これ試験で成績がいい人は練習効率が上がるけど、成績が悪い人は練習効率が下がって、あの、頭悪いって言われます。はい、さあ誰が頭良くて誰が頭悪いか。試験、まどか大福餅証拠はいいけど、ともぴんむろろぬきさんは成績悪かったですね。監督も一本お願いします。内野手だったわ内野手ですね。はいはいはい、合宿、はい、それ7月ね、8月か。これでどれぐらい夏場に伸びるかでレギュラーの陣営も変わってきますけど、まあ3年生がほとんど強いですね。まあ2年生をおすすめしておきたいね。ムロロ、いいですよ、疲れが溜まってきたようだ。疲れたりもしますからね、これね。もうすぐ大会が始まります。さあ大会始まります。西東京大会初めての参加、さあどうなるんでしょう。で試合も全部指示するだけなんで、自分が実際に動かしたりはしません。あえてスカウトにね当たるとね。はい、公式戦って出ましたね。この上の公式戦ってとこ踏むと、地区予選です。地区予選からスタートです。これはノリさんにつけときたい。パワーヒッターついたら最高。パワーヒッつけ、つけ、つけ、つかない。ほとんどつかないですね、あれは。オッケーオッケーオッケー、練習効率上がった。これはもう大きく進みましょう。いやでも総合練習でちょっとアイテム使わせてください。その前に起用設定をして、おかんは1年生ですね。これがベンチ外の選手です。1年生はまだね、なかなかベンチには入れない実力、こういうね、これ数字見たら分かるけど、これ3年生こんなんなんで、やっぱ3年生の強いですね。はい、ちょっと、組み直します。内野安打、チャコちゃん1番だよな、やっぱり足速くて内野安打がついてる。マリちゃん、うん、この1、2番のこの大福餅3番対左がどうしようかな。うん、まあこれでいいのか。恐怖の8番バッターうさこ町にしよう。 OKOKまあ、こういう感じで、これでもね、ピッチャーこんなに使わない。
まあいいか、これでいこうか。今これ総合戦力 C というふうに書いておりますけども、これがうちのチームの能力です。一番強いのが A です。だから真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらいの強さです。さあ地区大会の初戦に臨みます。やっていく。よしよしよし、初戦ですよ。だあ、甲子園目指して、ここを7試合か8試合ぐらい勝たないと東京はいけないですからね。さあ初戦の相手は、これ張り切ってるっていうのが出てくるんですけど、張り切ってる選手を操作します。操作というか指示だけね。あー、すごい打ち気が当たってる。打ち気が、ここはミキさんで、ミキさんを僕が、指示するという。一瞬しか 見ないで見えてるのか。データ見えてます、見えてます。はい、僕らもう早いんで。さあ森キャス学園初戦、基本的にはオートで試合進んでいきますけど、ピンチとかチャンスの時だけ指示機械が回ってきます。それを僕が指示していくという形でございます。さあ2アウトランナーなし、2点先制してますね。すでに2点先制している。チャコちゃんの2塁打、マリさんの3塁ゴロ、大福持ちの、ライトフライ、花さんがホームラン打ってますね。花さんのホームランで2点先制してる。オッケーオッケーオッケー。初見さんいらっしゃいませ。これでだから指示出していくって感じですね。打ち方どういう風に打つのか。まあこれミート転がせで、さあミキさん見せてくれ。東村山高校、相手は東村山高校ですよ。いいよ、ホームラン打ってますからね。花さんが4番ですからね。やっぱ4番らしい働きを。ナイスバッティング。すごい。あー、ちょっと抜かした、あいつ抜かした。これはもう怒られるわ。成川はもうしばかれるわ。ミキさん、ミキさんナイスバッティング。はい、3回裏まで進みました。3回裏の攻撃、あいさん、ミキさん、これ僕が注目選手をミキさんにしてるので、ミキさんしか操作しません、基本的にはね。でこれが固有スキル、ラッキーボーイ。特殊能力がつきます。でもまだ使いません。ミキさん広角打法なんで流し打ちでね。さあその肌の焼けてるのは練習をたくさんしてきたからだ。ミキ打つんだ、打つしかない。三遊間を抜くゴロでいい。三遊間を抜くゴロで、そうそうそれよ。言うた通り。長地ナイスバッティング。さあここで4回裏になってますね。4回裏ノーアウトランナー2塁でチャコさんなんで、ここはねうちの伝統セーフティーバントです。セーフティーバントです。うちの伝統はもうこれセーフティーバント、これでいいです。これでしっかり送っていくと。これスモールベースボールですから。はい、ここでマリさんどうするかというと、スクイズ、初球からスクイズです。初球からスクイズです。初球からスクイズ、はい、スクイズ成功。はい、ナイス。はいはいはい。あ、森キャス学園強い。いいですよ。はい、すごいですよ。これもスモールベースボール。あ、さあ、4番の花さん。先ほどホームランを打っている4番の花さん。ここは強振で思いっきり引っ張らせましょう。いいよ。花さん、打てる？打てんの？ナイスバッティング。強っ。強っ。花今日2本目のホームラン。全然違うわ、やっぱ4番やね。4番のやっぱり一振りで強っ。これはねもう流し打ちで、ミキさん流していこう。マジか、マジか。ミキさん、ミキさんもホームラン。素晴らしい。強い。今年の森キャス学園強いぞ、みんな。森キャス学園強いぞ、おい、これ。バックスクリーン叩き込んだで。さあ、今度は守備ですね。ピッチャーのマコさん。ツーアウトランナー1、2塁ですね、5回表ということで。ここの、数字がね、
多ければ多いほど成功しやすいということですね。少なければ少ないほど打たれるという、うん、このピッチャーを打てないでしょ多分この地方レベルじゃ。地方レベルじゃ打てないのよ。マコさんは地方の人間にはもう打てないから、うん、全然もう前に飛ばんもん。球が重すぎますよこれって。わあスローカーブ、いいスローカーブだね。曲がるね。おちょっと弾いた、大福餅が弾いた。大福お前何やってんの大福餅、何してんのおい。いい球投げんのよ。オッケーオッケー、打ち取った、完全打ち取った。うさこ町がしっかりさばいて花さんに投げて、オッケー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 。 8-0 ですよ。もうこれ勝ったね。おい大福餅、お前さっきお前そういえばエラーしてるからな。大魔神って呼ばれてる大魔神って呼ばれてるやん。あおエラーしたよ、エラーしたよ。走れ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 。オッケーオッケー。二塁ランナーはあれマリさんやな。マリさん大魔神って呼ばれてるから大福餅、その大魔神と呼ばれてるなあ、その君のその大魔神たるゆえんを見せるつける時が来たんだ今。さあ打て大魔神大福餅、打つしかない。おい追い込まれてるぞ、追い込まれてるぞ。あおめえは何の役も立たねえな大福餅この野郎バット振ってこいよお前、高校野球なんだからよあミキさん、ミキ先ほどホームランですからね。これはもうなラッキーボーイで、あのローボールヒッターがつきましたんでね。流し打ち、うっやばミキやばミキやば、強すぎん。はいノリノリどうする。いやミキ強すぎるやろミキ強すぎひん。これ皆さんね、あの1年後2年後は自分が活躍する場が多分来ますからね。はい、すごいよ2打席連続ホームランだよミキは。強っ、この夏でやっぱ一気に強くなってる。さあノリさんどうする、打つの打たないのどっち。ノリマジ強すぎるこれコールだよね、さよならホームランって出たけどコールだよね、コールドゲーム。この先輩たちの姿を見て後輩たちやっぱり練習に勤しまないと。この配信ずっとやってんの、今今日やり始めた、初めて。強っ森キャス学園、初戦をなんと10対0のコールドで東村山高校に勝利、おめでとうございます。すごい強っ、あー拍手ありがとうございます。おかんはこれこの間きっと食ってますからね。いやすごいね、ミキさんと花さんのホームラン、能力も上がって、まあこれ初戦ですからこれはいけますわ。ここはね、ここは勝てる、ここは勝てんのよ、こっからやって。東京の大砲、誰かが東京の大砲と呼ばれてる。ミキがやっぱ打ちすぎて東京の大砲と呼ばれるようになってるどうですかミキさん、今の気分は。東京の大砲と呼ばれるその気分はいかがでしょうか。いいね、強いね。七夕甲子園に出場したい、いいね。次試合です、今日の注目選手はやっぱりこうちょっとロマンがあるパワー S っていう、ロマンのあるうさこ町。あーマコも調子悪いな、マコ調子悪いからちょっと、あーどうしようかな。ココナッシュ、あ待てよスタミナ、あこショーコさん先発、ショーコ先発にします。はい、で花が調子悪いけどやっぱり4番は外せない、うさこ町も調子悪いけど注目選手だから外せない、まあ、これでいこうすごい東京の大砲、
さあさあさあ、ピッチャーをエースピッチャーでな、あやばい2点取られてる、やばい、エースじゃないからもう2点取ってた、俺が取ってたわ。これどうやって2点入ったん。野手データ、チャコがセンター前で出て、マリーがセカンドゴロ、大福持ちがセカンドフライ、また花がホームランだわ、まただわ、花のホームランツーランだ、花がホームランツーランで入ってんだね。中野実業、さあうさこ町はもうあのパワーですから、もう引っ張りますよこれ、もう強振で引っ張れ、うさこ町行け、やってまえ、打ってまえ、決めてまえ、森キャス学園、森キャス学園創部1年目にして、うわーいい当たりだけどな、これはライトフライやな、落とした、なんで落とすねんお前、練習してきたかお前ら、ほんと中野実業は、ほんで中野はもう西東京ちゃうぞこれ。よっしゃスナイパー、おうわーいい当たり、さあうさこ町、うさこ町どうする、うわいいシンカーだね、今のいいシンカーだね、外角低めにズバッといいシンカーですけど、うさこ町が打っていく、あーファーストライナー、惜しい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 、あとツーアウトランナー2、3塁のチャンスでマリーさんに回ってきたと。ここはもうしっかり高校野球らしく転がしていこうよ、転がしていこう、マリーマリー転がすんやで、ちゃんと転がせよ、転がしたらヒットになる可能性もある、誰かがボールをこぼす可能性もある、打ち上げたら終わりやから、転がせ、いいよいいよ、ナイスカットナイスカット、あっショートゴロ、落とせポロレ、ガー、もう監督あくび出るぐらい余裕ですよこんな試合は。東京のスナイパーって呼ばれてた、おい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 、うさこ町どうしたんだよ、しっかりしろよ、はいチャコ、伊打点、関東の伊打点、ここどうしようかな、打たしていこう、流し打ちでチャコ、流し打ちのチャコ、流し打ちで三遊間をしっかり抜いていく感じでいいのよ、当てるだけで2ボール1ストライク、よーくボール見てる、おっとこれは、あーこれは平凡なフライになった、ひろいくんが取ってスリーアウトチェンジということでね。さあここで大砲が、東京の大砲と呼ばれてるミキさん、どうなるんだミキ、さすがに2試合連続はないか。さあ相手ピッチャーも調子いいですよね。さあ森キャス学園7回表の攻撃、おっとマジかこいつ、マジかこいつミキやば強、ミキ強ない。さあピッチャー翔子、ここはこういうスキルを出しといて外角 OK いいよ、ムービングファストからもう一個外角で、もう一丁外角、オーケー、これツーストライク追い込んだから、ちょっと一球外そう、一球外して、一球外して、一球外しといて、ここは打たせて取れ、オーケー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 、一塁一塁ナイス、これでツーアウト二塁だね、これであとはバッター集中でいい、細貝君、細貝君の能力は CDC ザコだね、うん、はい外角中心で、外角中心、外角にいいよいいよいいよ、ギリギリ入ってる、ここで一球打ちに、お打ちを見せたいよね、こう一球打ちを見せたい、 OKOKOK 打ちを見せてから、ここで一球外します、一球外します、これウエストで一球外しといて、最後は緩急で打ち取っていく、緩急でナイス、セカンドミキナイス、ミキはすごいなおい、
このチームの間違いなく中心人物やな。さあ、うさこ町、ここで闘魂。闘魂ってやるとパワーが上がります。もうパワーがもうド S になります。100です。カンスト。ここはもう流し打ちで、しっかり打っていこう。うさこ町、しっかりこうダメをしていこう。もうこんな中野実業なんていう、そんな、アホみたいな、高校に。負けるわけにいかん。いけ、うさこ町。お前のパワーを見せろ。何のための、バーベル、バンベル、ダンベルの、持ち上げやね。さあ、うさこ町見せてくれ。ナイス。うさこ町のセンターバックスクリーンホームラン、ツーラン。うさこ町やはりパワーがある、やはりパワーがある。うさこ町推定飛距離123メートル。うわすごい、ポニーテールがヘルメットから突き出てるもん。見てみ、ポニーテールがヘルメットから突き出せるで。これさあ8回裏の攻撃、マリちゃんからの、はい、マリーさん、これもこういうスキルは、あ、アベレージヒッターがつきましたんで、ここはね、アベレージヒッター、ハイボールヒッター、カット打ちですから、転がしていきましょう。しっかり転がそう。しっかり転がしていこう。森キャス学園。森キャス学園高校、西東京、八王子になります。ナイス。うわ、ナイスバッティング。このシュアなバッティング、これマリーさんのいいところ。サードマン行け、サードマン行け、サードマン行け、セーフ、ナイス、いいよ。さあさあ、大福持ち、いいとこないぞ、エラーしたりとか、今日も 4打数ノーヒット、大福持ち、頼むよ、大福持ち、能力 A、A、B でしょ、めっちゃ強いじゃん。ナイスバッティング、大福持ちが、いよいよ意地を見せるか、犠牲フライには十分、OK、OK、OK、これ犠牲フライね。オッケー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 、犠牲フライ1点だった。やべえやべえやべえ、今日もワンホーマー1ホーマー打ってる花、威圧感あり。これはもう強振で引っ張ってホームラン狙いですよ。ホームラン狙い、いけ花、お前のパワーを見せてやれ。なんだその目の下の黒いのは、寝てないのか花、寝ろよ。試合前はよく寝ろよ。いけ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 、うお、かく、でかすご強よ強よ見た今の打った瞬間、確定演出、場外ホームラン。やっぱ花やべえわ、花ミキやばいね、花ミキノリ、花ミキノリできたね。ここは強心臓を使ってチャンスに強くしていく。A、B、B、E、C、D だから、チャンス、ここはもう、基本通り流し打ち。今のしびれたね、花のホームラン。ノリ、ここはね、しっかりつないでいこう。ここはつないでいくバッティング。まあ、10-0 だからもう、帰らせたってもええんちゃう、ひろたくん。このひろたくんはもう、この試合で僕プロ行くのは諦めたんですよ。だから、うん、いいよいいよいいよすごいよ。これカット打ち持ってんのか。ナイスバッティング、こういうバッティング好きなのよ俺は。こういうね、逆方向1、2塁間で、ね、ああいうねゴロで転がしてヒットになるの俺大好き。はい、ハズ。さあハズ、何時かもしれないこいつ。パワーヒッター、こいつパワーヒッター、マジでパワーヒッターなんやったら、それはもう思い切って打ってもらいましょうよ、強振で。さあハズ、センター、センター守ってますからね、センターで7番センターハズ。おっと、これは、はい、ショートゴロ。ハズ練習してこい、もっと。はい、8回裏、これもうピッチャー交代です。ここはピッチャーしおり、ピッチャーしおりです。でこれ守備も全員入れ替えます。守備 もう入れ替えてあります。キャッチャーにまどか、レフトムロロ、マスミンミンがセカンド、ドキンがセカンド、ドキンもセカンドかい、使われへんやんけ。ほんなら OK、 これで守備をちょっと変えていきますね。こう経験を積ませて、2年生たちにも経験を積ませて、古田さんはどこにもいないのよ。
ものすごく盛り上げる。これで守備力上げた。オッケー。しおり、あとは抑えるんだ。お前に任せる。左で152キロやからな、ストレート。オッケー、いいスライダーよ。ああ、いいよ。ここはちょっと低めで、低め中心、低めで、低めや言うとるやろお前。高いねんそれ、球が低いとこ投げんかよお前。それ低め、そうそう、それでいい。ボールでもそれでいい、ボールでもそれでいい。これあれ打ったってヒットにならねえんだから。オッケーオッケーオッケー、ナイスバッティング、ナイスバッティングじゃねえわ。はい、いい守備よ、いい守備してるよ。はい、大沼くん、雑魚でしょ、お前雑魚なんだろ。もうプロ野球なんか目指すのやめちまえよ。高校野球の大沼にハマってもうてますわ。はっ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 はい、うさこ町がちゃんと取った。いいよ。さあ2回戦突破だなこれは。はい、臭いとこついていこう、臭いところ。オッケー、マスミミセカンドしっかり守って、ファースト花に送って、コールド勝ちでございます。2回戦突破おめでとうございます。強い、これは強いね、これ強いよ、みんなこれは強い。マジこのチームはね、甲子園優勝を目指せます。はい、はい、もう目指してください、甲子園優勝。強い。まあまだ地区大会の2回戦ですからね。甲子園とかはもうほんと戦力 B とか A とかしか出てこないんで、僕の学校は C なんでね。お茶ありがとうございます。僕の学校、おかんが16歳になった知らんがな甲子園いけるかもしれないですね、このまま、このままの強さでいけば。まあでも本当にね、何があるかわからないのが高校野球ですから。大福餅、チャコ、花、やっぱこう花やな、花のホームランがやっぱり、みたいですけどね。さあやってまいりました、東京都西東京地区3回戦夏の都大会、三塁側日野高校対一塁側森キャス学園。さあ第3試合でございます。あ、総合戦力 D ですね、格下でございます。日野高校ボコボコにしてやります。やばい、先制されてる。森笠ここはなんとか追いつきたい。森笠って言ってるのは森キャスに聞こえるからです。花さんどうする、これはちょっともう一発狙いで 2-0 で負けてるから、1回で取られてんね。マジやばくないこの人、マジでやばすぎん逆転スリーランを花がぶち込む、やっぱり4番やね。花はやっぱり一瞬で、一瞬で逆転すごすぎ、はい、早くも逆転ですよ。これはもう自由に打たせよ、花はもう自由に打たせるでいくわ。もう花先輩かっこいいや、この花先輩の背中を見てみんなも こういう選手になるんや。花先輩4割1分で10本打ってるからね、もう言葉も出ないよね やばすぎん憧れのパイセン、俺強すぎる、花が強すぎるわ、圧倒的だわこの人。さあマコ、マコピッチャーですからね、野手能力はこの EEEBEE というあんまり強くないですが、ここはもうまだピッチャー変えるわけにいかないんで、しっかり最後の夏だからね、花さんね、これ花さん多分プロ野球行くでしょうね。おっと、うわびっくりした。マーコ、さあマーコどうする、センター前に転がす感じで、センター前に転がす感じでいいよ。あーもうボッテボテボッテボテの
ボッテボテのボテゴロ。はいはいはい。まあでもこちらね、ピッチャー能力がすごいですからね、マコは。見てください、防御率 0.98 ですよ。さあ外角中心で、いいよいいよ、シンキングツーシーム。いけよ、しっかり打ち取っていこう、しっかり。はい、ナイス。いいよ、やっぱりピッチャーいいね。やべ、恐怖のバッター来たよ。2打席連続ホームラン。アンダー製造機っていうか、もうボコボコにしてるよ俺。よし、花3打席連続を見せてくれ。あー、さすがに、お、あ、さすがにセンターフライ。さすがに3打席連続打ったら俺、これは本物ですからね。さあ、七浦茶子さんからの攻撃。ここは茶子、ここはね、この人足速いんでね、チャンスメーカーな。これセーフティーバントです。これスモールベース。また、あ、これは決まったやろ、これ決まったやろ。ナイス。ほら、足速いんだ茶子は。はい、ここでマリはどうするかっていうと、マリはね、こうノーアウトでしょ、で点差2点なんで、ここは手堅く送ります。送ります、手堅く送ります。うわ、ファールかい。僕の好きな野球はやっぱスモールベースボールなんで、しっかりバントでつないでいく。あ、いいよいいよ、これもセーフじゃない、これもセーフじゃない。ほら、足速いんだこの1、2番は。1、2番は。さあ、問題児、大福持ち、西岡みたいなね。いや、いい、こういう野球好きなのよ。ここはね、大福持ち、ちょっとね、1球待とう、1球待とう、1球待とう、もう1球待とう、もう1球待って、スクイズです、これ。2球待って、ワンエンドワンになったら、スクイズのカウントになったら、ここでスクイズです。大福持ち、決めろ、スクイズ。ナイスいいスクイズ。わ、しかも、ボートして、走れ。あいつ絶対地元帰ったらしばかれるで。素晴らしい、素晴らしい。これが高校野球なのよ。これスモールベースボールで、スモールで繋いできたものを、この全て無に帰す、この花のバッティングセンス花のバッティングセンスがもう花のバッティング、さらに恐怖の打線、幹まで繋がる。これ地方球場の魔物っていうのを使うと、とにかく全員がエラーします。なのでちょっとここは面白くないので使いません。ここはミキはね、やっぱりこうピッチャーも死にかけてます。ピッチャーも打たれすぎて、もう勘弁してくださいってなってる。こうなると能力下がるんですね、選手の、投手の能力下がる。はい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 、熱中症じゃない、熱中症だったらもう変えんと、ピッチャー。さあ、ミキ決めよう、試合を決めるんだ。ミキ、お前ならいける、お前は2打席ホームラン、連続ホームランを打った男だ。これもこう、そうそうそう、こういうね、やっぱバッティングができるっていうのは強いですよ。これもう送りますから、僕この点差で送りますから、これ送りますから、この送りバント完璧すぎてもらうこのチームね、バントうまいです、全員バント鍛えてるんで。さあ、ハズ、これ点入ったらもうコールド勝ちやね。ハズもう最後決めてえで、ハズセンター返しで、ハズセンター返しで決めてえで、もうゲームを決めろ、ハズ決めろ。なんだそのヒゲは、生やしてくるな、そんなヒゲ、何してんねん。おっと、わー、切れた、ファール。ハズいけよ、どこに打ってんだ、前へ飛ばさないか、お前は。おっと、ゲッツーだけど、ゲッツーの間に1点入ってコールド勝ち、イエーイはい、強いです、強いですよ。小技の連続僕がね、好きな野球ってこの小技野球なんですよ。ただそれに反して、その花が打ちすぎるっていう3回戦突破。さ
さあ次4回戦ですよ皆さん。地区大会4回戦。これ何回戦まであるの東京。東京6回戦までやな多分な。さあこっから強くなってくる相手も。よし、準々決勝。ここはねまだね見てない。あーノリでいってみよう。ここはノリよ。マコが調子悪いな。マコ調子悪いから今回ココナッシュで、先発ココナッシュで行かしてもらう。これでこれでやらせてもらう。さあ4回戦というか、まあ、準々決勝やね。夏の都大会準々決勝13日目第3試合、三塁側森キャス学園、なんていうの、日野原商工、日野原商工、秋がたくさん。あ、総合戦力 C ですよ。同じランクのチーム出てきました。さあ1点先制されてますね、日野原商工に。何やねん日野原商工って、朝原商工みたいな名前しやがって。ノリ見せたれ、ノリ見せたれ。あ、このピッチャー良さそう。ちょっとピッチャーの能力見せさせて。ああ、そんな強くないね。ノリ決めてやれ。練習してきたんだろ。なんだそのヒゲは、どうなってんだそれ。アヒル系それ、ヒゲがもうアヒルみたいになってるやん。アヒルの口やんけ。さあノリ見せてくれ。お前は一心で練習してきたんだ。必死に練習してきただろ。その能力を今開花させる時がノリ来たんだ。お前にかかってる、決めてやれ。ノリノリよノリノリ。だからポニーテールがヘルメットから突き出とるやないか。すごい、ピッチャービクってなってたな。これもう一回ノリやな。ノリ、あ、オッケーオッケーオッケー。ノリ、ここはね、さっきホームランだからって浮かれない。ここはしっかり転がしていこう。ノリ、ここはしっかり転がしていこう。こうホームランなんかもうたまたまのもんやから、ノリ、これをしっかり転がして。進塁だ進塁だ。一塁側にしっかり転がそう。高校野球でヒゲ率。ノリゲッツー、やばい、ノリ、あの、ほら、もうなんか、練習してこい、お前、何してんの、こいつ、大丈夫か、大丈夫、ポロポロポロやん。練習してこいて。さあ、ハズ。これ、魔物使うとどうなるか見せましょうか。魔物使ったらもう勝ち確ですから。こう、送りバントとかしても全員エラーします。もうこれ、全員エラーします。これ、全員エラーするようになるというやつなんで、あんまり使いたくないです。さあ、ここで、うさこまち、満塁で。流し打ち決めちゃえ、うさこ町。この一発でも試合決めよう。うさこ町の満塁ホームラン、すごい。いや、ちこ強いわマジで。これ甲子園優勝あるで、これこのチーム。満塁ホームランですよ。柳田ってひょっとしてあの柳田違うわ。はい、ココナッシュしっかり抑えてくれ。ココナッシュ、ナッシュ、ナッシュしっかり抑えて。いいよ、アウトローにいいボール、今のいいボール。うわー、シンカーいいなー、いいシンカー持ってんな、ココナッシュ。ココナッシュ、いいよ、いいよ、ココナッシュ、ココナッシュ、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 いいよ、いいフォーク。ここで、打たせて取れです。ほら、気軽に打たせていいんだぞっていうことによって、あえて伸び伸び投げれたからこその三振。はい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 。あ、いいよ、進化、ナイス進化。うん、ナイス進化。二塁。やばい、フィグダッシュチョイス。草柳。貴様。打てんのか、お前に。うちのココナッシュ打て。やばい。
やばいやばい、打たれた。1点、草薙に1点返された。ここなしちょっとやばいな。これ伝令送ろうか。ものすごく盛り上げよう。守備力が上がるから、これで。これでゲッツー欲しいよ、ゲッツー。ちょっとゲッツーシフトにしよう。ゲッツーシフトで、臭いところ。やば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 ここはココナッシュ耐え時やぞ。ここ耐えるしかない、ココナッシュ。オッケー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 。面白くなってきたよ。打たせて取れ。オッケー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 。よく耐えた、よく耐えたよ。ココナッシュがよく耐えてくれた。いい、2点ぐらい。いい、こっちにはいるから。こっちには強打者が控えてるから。ラインドライブか、デッドボール。ブッてた。ここはもうちょっと変えようかな。ココナッシュ、ココナッシュここまでよく投げた。ここは一回しおり、ワンポイントしおり、ワンポイントのしおりをこう入れていく。これも威圧して、相手を威圧して、威圧したら相手の能力下がりますからね。これゲッツー欲しいよね。しおり、しおりでゲッツー。うまい送りバント、やばい。これしおり、しおりなんて、しおり何してんの、しおり。やばいやばいやばい、追いつかれた追いつかれた追いつかれた。追いつかれたやんけ。あ、抜きさん来た、抜きさん来た。ちょっと待っててね、今いいところ。オッケー、やばいなこれ。抜きさんちょっと待っててね。マジマジマジ。おお、危ない危ない。抜きさん来たからな、ちょっとコラボキャストの方にじゃあ移行しようかな。ちょっと待ってね、こう都大会はちょっと全部やりたいよな。またタバコ買ってきて、タバコ買ってきや。しおり、ここは抑えるしかない。しおり、低めに低めに低めに。うわ、フォアボール、やばい。5対5、これはこれは絶対ナイス。よし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 。いや、守備ばっかり回ってくるわ。オッケー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 。しっかり緩急を使って、速いのと遅いのとしっかり使って低めで打ち取れ、低めで。よし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 、よく耐えた。抜きさんもメンバー入ってますからね。さあさあさあ、どうしようこれ。ワンアウトランナー一塁か。ここはでもミキを信じるよ俺。ミキを信じる、打たせる。ミキを信じるんだ、ミキを信じろ、頼むミキ。ナイバッチ、ナイバッチ。やっぱりミキは違う。ここでノリですよ。ここで強心臓でチャンスに強くする。これどうしよう、どうする。いやもうスモールベースボールでツーアウトになっても、いやー、送ろう、ここは送ろう。いいよいいよ、このバントいいよ、このバントいいよ。これセーフじゃない、オッケー。ここでハズ、お前がやる仕事は何か分かってるな。そうだ、1球まで、そして成功率3のスクイズ。いやこれちょっとスクイズいけるかな、3やもんな。もう1球待とう。決めてくれ、ハズ決めてくれ。よし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 、ナイスクイズ、素晴らしい。勝ち越しのスクイズ。でウサコマチはもう打たせるよ。いいよ、今の良かったよ、今のハズ良かったよ。あそこプレッシャーかかるところ、ウサコマチ
素晴らしい。これわかったでしょ。これわかったでしょ。素晴らしいチームプレー。いやでも今のはマジで、あの2人のバント、ノリとハズがバントでつないで、つないでつないで生んだホームランやったな。うさこ町のすごいわ。よっしゃ、チャコはね、もう足早いから、もうセーフティーバント、うん、スモールベースボール。あ、これはどうか、これはどうか、いけ、よしよし、ボトム、よしよし。こういうことなのよ、このチームプレー、このつなぐ野球、スモールベースボールでつなぐ野球、これ大事なのね。さあ、マリーはね、もうミート対応、転がして、ハイボールヒッターが流し打ち、デッドボール。ああ問題児か、問題児だよ福持ちや。左ピッチャー弱いな、ちょっと代打出そうかな。代打マスミンミン行こう。代打、ここは代打桑田って言った。マスミンミンだから桑田って言った。面白い、忘れてた俺、もう完全に忘れてたわ今。よし、くせ者強いよ。 BDB だから、ここはねマスミンミン基本に忠実にセンター返し。桑田いけ。おぉ、ナイスバッティング、素晴らしい、ナイス代打成功、今のは素晴らしい。あ、やばい、バッターに満塁で回ってきた。これは桑田ナイス。代打で出てきてあんなバッティング、あー、これはさすがに打ち取られたか、花も。いや、まあ10対5やから、ここはピッチャー、あ、何？ピッチャー変えようかな。ここは順々一回投げよう。で、サードできるやつが一人もいないんだけど、どうしよう。まあ、ええか。なんとかなる。マスミンミン、なんとかそのままサード守ってくれ。やったことないけど。順々、これワンポイントね。左のワンポイントやから。オッケー。いや、これまだ分からんな。うーわ、やばい。これちょっともう1点上げてもいいからゲッツーやな。臭いところ狙って。オッケー。うーわ、抜かれた。やばい、10対6、やばい、4点差。なんとも高校野球らしい試合になってきたな。これ取れる、オッケー。ワンアウト、これゲッツーでいいから、打たせていいからな。ものすごく盛り上げるから。いや、ゲッツーは取れん。一塁でいい。あ、ゲッツー取れた。ナイピッチ。ここのワンポイント、順々押されたのでかい。さあ、ダメ押しのチャンス。これ10対6。これ流し打ちで進塁だ。送るというか、右側に転がせ。一塁側に転がすんだよ。そしたら二塁ランナーは三塁に進める。それがヒットになればなおよし。ヒットにならなくとも三塁までいけるから。切れたー、惜しい。いいよ。いいよ。ナイスバッティング、素晴らしい。
この右に押っつけてあんだけ強い当たり打てるんだから、ノリはすごいわ。もうさあ、先ほどのやっぱり功労者といえばハズ、ここはね、ここは逆に引っ張りますよ。全然引っ張らんやお前、振り切ってた。あれ振り切って右へあそこまで押っつけられるのはやっぱりね、地の力が、リストの力があるね、手首が強い。うん、ハズ今度は打たせてやるからな、ハズ。うん、これはでも犠牲フライには十分じゃない、犠牲フライには。ナイスナイス。やっぱこうハズはこう自分を犠牲にして点につなげるタイプのやつやな。でこれでうさこまち、うさこまち今日7打点です。でうさこまちがこれぶっ飛ばして終わりです。うさこまちがやっぱぶっ飛ばす、やっぱこうハズがやってくれるおかげで、あれ活躍できてんのよ、あれ犠牲フライだから。ハズがこうやってやっつないでくれるおかげで、このうさこまちが爆発してるから。うさこまち大爆発、今日7打点よ。今のはハズ大活躍なのよ、あれぶっ飛ばした。いいよ、ここはね、ジュンジュンはね、代打出しますよ。こう、ムロロ、代打ムロロいきます。さあ、代打ムロロ。なんちゅう顔してんねん。ここはファイト。これ流し打ち。ミートで流し打ち。流し打ち強いな。これチームプレイやから。いい流れよ。これ流し打ちで2点取れたら最高。打つ顔してるよね、打つ顔してる。うん、これは、うわ、抜けた抜けた抜けた、素晴らしい、代打成功。ムロロが代打で出てきて宇宙間真っ二つ。さあ、チャンピオンリング、なんて言った、なんて言った今、チャンピオンリングみたいなこと言った。誰、チャコなんて呼ばれてる、チャンピオンリングって呼ばれてない。いや、ムロロあのプレッシャーであの中で出てきて、やっぱあそこ打てるのはすごいよ。うわ、チャコ素晴らしい、いいバッティング。やっぱ強えわこのチーム。チャンピオンリングスみたいなこと言うてるで。めっちゃおもろい、チャンピオンリングスみたいなこと言うてるやん。これセーフティーマット、ここでまだスモールベースボールズ、あ、惜しい。チャンピオンリングスって言ってるだよ。チャコちゃんのところの名前が。チャンピオンリングスって何？さあ、13対6。もう安全圏だと思うんだけど。まあ、取れるだけ取っていた方がいいよな。あー惜しい、ゲッツーか、ゲッツーは免れた。オッケーオッケーオッケー、いい。そうだ、マスミンミンがそのまま残ってるわ。マスミンミンが先ほどいい活躍だったからな。ここはね、流しやな。マスミン、桑田いけ、桑田って言ってほしいな。オッケー、投げさせ、一塁アムロちゃんなんや。2ボール1ストライク、桑田いけ、桑田、いいよ、ツー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 、桑田頼む、桑田お前の見たい、もう一回見たいな、お前は。桑田打つね、桑田タイムリーヒットって言ってた。いいバッティング、桑田いいね。オッケー、ここはもう花さん打たせよ。桑田しっかり聞こえた。マスミンミンやからって言って桑田って呼ばれるように設定されて。でも代打で出てきて2安打やからな。まあここはもうこれで許しといたろ。さあ最後締めるのは翔子、翔子に試合を締めてもらおう。翔子に試合締めてもろうてな。ドキンをセカンドに持ってって、マドカをキャッチャーに持っていく。もう全員出すぞ。オッケー、これで
翔子が抑えてくれさえすれば。頼む。はい、オッケーオッケー、ドキン。あ、ナイス、いいさばきよ。さあ、まあ、ここ低めで。いいよいいよ、ちょっと早送りしてるけど、低め、ここをね一回こう外へ外へ、よし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 、空詰まるわな、あそこあんだけなあ、あなあ、うん、よっしゃ、最後安室ちゃん、安室ちゃんには引退してもらいましょうか。オッケー、翔子が三者凡退で締めてゲームセット、準々決勝突破でございます。皆さんおめでとうございます。強いよ森木安学園、これだって平均点10点超えてるで、この子ら。監督の采配強い。いやー本当にこりゃ強いなー、マジで。翔子寝てるけどいい仕事してる、まあ、寝ながらね、眠りのみたいなことある。これだからあれやな、ゆきちゃん来たから、ゆきちゃんキャスに今からコラボでやるんだけども、ちょっとあと2試合で決勝なのよ。てか次準決勝なのよ。ここ地区大会だけ終わらそうか。なんで大福餅、問題児が大福餅の。ゆきちゃんは彼氏寝たの、もう。ん、寝たのかな彼氏はな、言って、うん、外人寝たんかな言うて、ねんねさせましたね。あ、よかったね。かな、ここはね、チャコでいこう。お調子者のチャコ。あ、ぬきさんフォロワーありがとう。交流してんだ。あ、いいじゃないいいじゃない。一つ一つ勝利を積み重ね、ようやくさあ町田高校対森キャッツ学園準決勝ですよ。ついに都大会準決勝まで来ましたよ皆さん。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。総合戦力 B、 格上です。格上ですよ皆さん、ついに格上のチーム来ました。あ、コンテニコインバックありがとう。さあチャコちゃん、1番バッターの仕事はやはりいっぱいボールを投げさせること。強いぞこれ、多分慎重に転がす。あ、間違えた。転がせ転がせ転がせば何か起こる。うわー、これはピッチャーめっちゃいいかもしれない。相手格上だからな、みんな気引き締めないと。尾藤君はチャンピオンリングスって言ってる。いや強いぞピッチャー、チャンピオンリングス。いや、これバントや。自分も生きるバント。うまいんだよチャコは、本当にうめえんだよ。うわーしょうがない。うわー惜しい。あ、1点取ってるよ。誰が1点取った。あー、ミキがやっぱり二塁打でタイムリーだな。 OK、 ここは流せ、ノリ見せてくれ。いいよ、いいんだいいんだいいんだ。一二塁間にものすごい引っ張った。大きいの入れないよ、大きいの入れないよ。それでいいんだよ。そうそう、そういうそういうことなの。そういうことなの。そういうので、そういうので。なんだそれは。何やってんのノリ先輩。
先輩もう前に飛ばすの諦めたん？何先輩？何先輩？あーまあ進塁だ進塁だ。これでワンアウト。ここはねやっぱりねやっぱこの男はねハズはねプレッシャーに打ち勝ってスクイズを決めれるやつなのよ。決めろハズ。ほらもう決めるんだもん。ほらやっぱこうチームプレーのやっぱりこう表してるね。点取りの一人として名乗っていいです、名乗っていいです。うまいんだよやっぱこうハズのやっぱつなぐ野球っていうのがこれはやっぱ効いてるね。職人やね。ああいうやつがやっぱチームにいると全然違うよね。あーゲッツーじゃなくてツーアウトやった。しょうがないしょうがない。まあまあまあしょうがないしょうがない。まだ勝ってますから 3-0 ですから。これノーアウト1・2塁ってピンチじゃない？マコここは抑えろ。ここはね緩急でゲッツー。そういうことよ。素晴らしい。どこ投げてんのちょっと今のはショートのエラーやったな。うさこ町のエラーやった。しょうがない高校野球こういうのが起こるんだ。プロじゃないからね。ツーワンツーワン打たせて取ろう。ナイス。ここインコースインコース一球インコース。オッケー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 。そう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 打たれるわけないんだから。うちのエースが打たれるわけないんだから。さあここでランナー二塁でミキ来たよと。やべえやべえバッター来ちゃいましたけどどうします尾藤さんはということですよ。尾藤勲さんがピッチャーでしょこれ。どうします尾藤さん。怖いですよこの人は。ほれあー打ち取られた落とした。お前練習してこいよ牧田。お前尾藤がかわいそうやろ。さあここでノリがやはり仕事していく。それがうちのチームです。エラーを誘ったねやっぱり今のバッティングで。オッケーオッケー。いいですよ。うわこいつめっちゃ強くない？相手も強いぞ。やはりさすが総合戦力 B。 簡単には生かしてくれんな。 OK ゲッツー取れる。これあ取れんか。やばいやばいこれはやばい。4対2。町田高校がなかなか逃してくれん。これゲッツー欲しいよ。ここは究極の思考を使って臭いとこついていけ。臭いところ。オッケーオッケー。これゲッツやろ。これゲッツやろ。どこ投げてんの。やばい。1・3塁。オッケーオッケーオッケー。抑えた。そう簡単に打てまいよ。オッケー。ここまこう。あーっとノーアウト2・3塁。スクイズなのか。マコの能力を野手能力いいでしょ。いやこれスクイズ失敗するな気がするな。一球待とう。いやこれはミート打法で流し打ちで。ああ犠牲フライちょっと短かったな。まあ今まあ今ダブゲッツーがないだけ。ここでチャコちゃん見せるときは来たよ。転がすんだ。あなたのそのシュアなバッティングチャコなあ三振。マリー見せてくれ。転がすんだ。とにかく転がすんだ。そうすれば何か起こる。それが高校野球だ。
転がりがすごい少ない。ナイス。ほらやっぱ転がしてなんとかなるよ。俺ほら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 、もう三塁打と一緒。今のほら今のエラーで、これはいいよ。これはもう勝負決まって、試合を決めたぐらいの勢いや。今のやっぱ転がしたから、あれがショーフライだったら何にもなってない。あー惜しい。 OK 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 OK、 ラッキーラッキーラッキー。6対2。さあミッキーが本気になるんじゃない、ここからへんからやってやろうかと。おいちょっと揉んでやろうかと。2年坊主は、ほらほらほら、ミッキーは打つんだ。やっぱ憧れのミキパイセンって呼ばれてますからね、皆さんね。いいやつ、ノリがいいやつしていく。ノリがいいやつ、これは引っ張ろう。いいね、いいバッティングだったね、ミキパイセン。あーやばい、ゲッツーだ。しょうがない、しょうがない、しょうがない。ここで職人ハズ、職人ハズがセンター返しです。打たしてやるハズ、打つんだ。バントばっかりさせてすまない、打たしてやるから打て。三振かい、打たそう思ったら三振かい。いいんだ、でもいいんだ。 OK。 マコ押さえてくれ。おっ、オーケー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 。センターはずなんちゅう顔して千人なんあの人は。セーフティー、これは決まった、これ決まった、完璧。ここはね、もうね、セーフティーで、自分も生きようかというセーフティーで。オッケー、オッケー、いい。これ、ツーアウト2、3塁、大福持ちのところで、マスミンミンいきます。ここで出てくるマスミンミン。マスミンミンが、マスミンミン決めてくれ。もうこれ、試合を決定づける、桑田。ほら、桑田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 やべえな、おい。なんで桑田打てんだ、あんな、あ能力はあいつ、そんな子に3年生ほど高くない2年生なんだけど、なぜか打てる桑田。いや、これは、落ちるか、落ちないか。OK、OK、OK。これで最終回。ピッチャーを変えます。ピッチャーここで、タクミズム使っていこう。ここはタクミズム変えます、変えます。セカンドドキン、もうこれで桑田やべえな、2年生だよ桑田まだ。さあここ押さえたら勝ちです。さあラッキーボーイの本領を発揮することができる。タクミズム押さえてくれ、この1回を見事に抑えるんだタクミズム。追いつけノリ、追いつけ、ナイス。これ で, ワンアウト。でけえな球場が、なんかなんて読むのこの人。おぼろおぼろ、オッケーオッケー。ドキンがナイス、かっこいい、タキか最後ドバシ、ドバシってあのドバシかな。タクミズム2年生おぼろそれか、いけはずぞ。
低め。ナイピッチ。素晴らしい。決勝進出を決めました。すごい。これいいね。強いわ。このチームは強い。さあ、ついに皆さん決勝ですよ。この決勝で勝てば、次いつ配信するかわかんないですけど、甲子園です。今日はとりあえずこの決勝まで。やっていきます。もうこうなったら、いやー決勝戦でも今までのチームを信じよう。特にメンバー変えずにいくよ。何、うん、うるさい。うさこ町が関東のスナイパーって呼ばれる。よっしゃ、東京西とレッツゴー。このね、やっぱチームプレーが素晴らしい。花が関東のスナイパー、同じアンドのやつチームに2人いらんやろ。ノリ、チャコ、大福餅。ここはね、このノリ、チャコは行ったから大福餅がちょっと活躍できてないから、こ大福餅であえていこう。よし、甲子園まであと1勝。その切符はどちらが掴むのでしょうか。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りします。夏の都大会決勝、三塁側森笠学園、一塁日の出。ひたすら勝利を目指します。うわ、 A 総合戦力 A です。2個も格上ですよ。こっち C ですからね。コーヒー飲みました。1回裏の1回表の攻撃。大福餅、お前は今までみんなにひょっとしたら迷惑かけてきた。エラー、そしてゲッツー。ここの決勝で輝く時が来たんじゃないのか。大福餅、気持ちでいけ。お前が練習してきたこと、それはそういうことだ。大福餅、大福餅、いいぞ。大魔神って呼ばれてる。オッケー、2点、え、待て、2点先制されてる。やば、4回で0-2で負けてる。さっきまでヒットで喜んでたらもう2点取られてるんや。大福餅、大福餅、お前ならできる。お前が大魔神と呼ばれてるその理由を日の出高校のあいつ何やってんだ。なんだその昨日抜けた。だわ、追いついた。2対2。これはね、送るよ。もうこれ送るよ。ここは送るよ。ノーアウトランナー1、2塁だから送るよ。ここ確実に勝ちたい。しかもセーフ。マリーは足が速い。ここ、うわー、大福持ちか。よし。ここだ、大福持ち。お前ここしかない。決めてくれ。大福持ち、勝ち越せ。逆転のヒットをお前が打つんだ。大福持ち、今までみんなに迷惑かけてきた。でもお前を3番に置いてる理由、それが今日の出高校のやつらにお前の今までやってきた野球を見せてやれ。持ち、大魔神、決めろ。な、世界一気の抜けた打撃じゃねえか。そう、大福持ちが打たれた、打ち取られたといえ、うちには花先輩がいるんだ。花先輩、おっきいの決めちゃってください。花先輩、おっきいの決めちゃってください。ツーナッシング、追い込まれたか。うわ、いいよ、いいバッティングできてる。満塁ホームラン見せてくれ。花先輩のロマンが詰まった甲子園へ向けた満塁ホームランを今見せる時が来た。投げました。もう、うん、まあ、ストライク投げろ高山この野郎。フォアボールで1点入りました。よく見た、よく見たぞ。さあ
ミキは魔物でも持ってる、魔物を持ってる、押し出しで1点ここに来て押し出しいやでもやっぱあの選球眼がやっぱすごかった花。さあ試合を決定づけるミキ、大きいのでもいい、でもヒットでもいい、その黒く焼けた肌、それは何が生んできた、そう日頃の練習だ、お前は誰よりも練習をする白縁眼鏡だ、なんだそのバッティングは、喧嘩打ってんのか、オッケー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 、いいよこれがスモールベースボール、これがうちの学校だ、これがうちの学校のスモールベースボールだ。ノリ中村ノリヒロと同じあだ名のノリ、いける、決めてやれノリ、つないでいこうつないでいこう、ノリノリノリ、うわでもいいボールだったな今の、高山くんいいピッチャーだわ、ここはチャコ、みんなに見せ場来てるよ、チャコセンター返し、チャンピオンリングスってなんやねんほんでチャンピオンリングスって何格上チームだからね、しょうがないしょうがない、いやーこれでもピッチャーめっちゃいいわ、ピッチャーめっちゃいい、ちょっと待ってピッチャーの能力見てみよう、うわ強えもん見てみ、これこの能力 BA で100-154キロ、これ高校生じゃないやんこんな、大福持ちお前にかかってんだ、大福持ち強いよ相手、これ大福持ちいけよ、その白いひげ許してやってるのはお前が、その赤い目、赤目の守護者だからだ、決めてやれ大福持ち、でかいでかいけど脇本が普通に取る4対2、いいよこれはね、のりちゃん送るよ、東京の街道のり、これはね威圧して、相手を威圧して能力を下げた後のセーフティーバント、いいいいいい、うまい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 、最高の送りバント、ほらほらほら乱れた、回答じゃないそれ、大目回答はず、お前にこの役回ばっかりやらせて申し訳ない、ただお前のつなぐ野球がチームに勝利を呼び込むんだ常に、オッケーオッケーオッケー、ナイス送りバント、君が送ることによってこのうさこ町が吠えるウサギになる、うわー出たー、ウサギウサギじゃねえぞ、ライオンだぜウサコ町、よしよしよし、これもやっぱりハズのつなぎやな、これマジでチームプレー生まれてるもん、ウサコ町がウサギじゃないところを見せつけた、ここでアベレージヒッターがついたな、流し打ち、いい、これがチームプレーなの、この森キャス学園はとにかくチーム内の仲がいいから、このチームプレーでどん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 生んでいくんだよこの連鎖を、ナイスバッティング、マジか、マコまで打ったよ、さあチャコ、ここはお祭り男、俺はもうチャコ打たせるぞ、もうスクイズなんかしない、チャコここは引っ張って打て、打たせる、俺は信じる、俺はチャコを信じる、なんだ超スローボール、さっきから浅間この野郎、まっすぐ投げてこいお前、早えなお前まっすぐ、お前すげえな、ノースリーか、ちょっと一回待とう、一球待つ、一球待ちます、オーケー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 、よく選んだよく選んだ、満塁になったところ、ここでラッキーボーイのマリが流し打ちで試合を決めに行く、なんちゅうボール投げてくんのこいつ、さっきから、うわやばい、ゲッツーかゲッツーかゲッツゲッツ、マルナイスナイスナイス、ここに来てきたか大福持ち、お前は今まで散々迷惑かけてきた、
そうだろう。でも今日だけは主役だと試合前に誓った大福餅、行け日の出高校に。お前の白ひげで引導を渡してやれ。決めてこい大福餅。もうボテボテじゃねえか大福餅。おっと、うわあ惜しい。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。さあ9回裏の守備でございます。ここはもうエースで行かせてもらうよ、最後まで。最後までエースで行かせてもらうよ、決勝やから。エースマコが締めるんだ。オッケーオッケーオッケー、花がいいプレー、ナイス。ここはもうマコで行かせてもらうよ。エース、オッケーオッケーオッケー、いいよ。一球外そう。うん、もう一球外そう、もう一球外そう。なんか打ちそうな気がする。これで外角に持ってったらもう内野ゴロでっていう未来が。うわナイス、いいよエース。あとアウト一つでお前が行きたかったあの阪神甲子園球場に行ける。マコ試合を決めてこい。あと一人、あと一人、ツーエンドワン。マコ決めてこい。大福餅がさばいてゲームセット。夏の都大会優勝、森キャス学園。ずーほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ。ときめけくときめけときめけばときめけば、うん、森キャス学園高校。効果ダサ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 。絶対やめた方がいい。あんな効果を世の中に聞かれるならば甲子園なんか行かない方がいい。こんな。いや素晴らしいね、春のフレーバーいうことで。あ、クラッカーありがとう、花火ありがとうね。やったっすね監督、西東京の頂点に立ったっすよって。お前誰だお前、四角メガネこの野郎。信じられないっす、今まで頑張ってきてよかったっす、ありがとうございます。甲子園大会出場決定。じゃあ次回は、甲子園の初戦からお届けしたいなというふうに思います。はい、夏の甲子園大会が決まりました。ありがとうございます。この素晴らしいメンバー、これ1年生はねまだベンチ外ですけど、このやっぱりベンチ内に入っている先輩の姿を見て、またこれ活躍の場がありますから必ずね。いや素晴らしい、まさか1年目で皆さん甲子園大会出場が決まるとは。素晴らしい、面白いね。これやったらみんな野球ゲームやけどなんとなく見えるんちゃう。これちょっとまたシリーズで、これ YouTube でやろうかな。やっぱ画質が悪いよな。ね、YouTube でやった方がね、もっと綺麗で大画面で見れるの、みんなも。これ出力がねだいぶ小さいから。次から YouTube にしようか。そしたらアーカイブそのまま残せるしね。
監督の方、いや監督なんか何もしてない、監督なんかもう適当に言ってただけやから、いやいやもうほんとみんな選手のおかげ、これ1年生2年生3年生みんなで勝ち取った甲子園だから、これ次回甲子園の回はこれ YouTube 配信にしようかな。プラチナリズムのあのやつチャンネル登録しといてもらったら、これ YouTube 飲みやすいでしょ、ツイキャスよりね。 OK、 じゃあ次回から YouTube で、生配信するようにしますんで、テレビの録画を忘れてたらしいね私YouTube ならテレビ画面で見えるもんね。 OK はもっと見やすいよねみんなね。 OK、 これじゃあシリーズ化しよう、森キャス学園。まあどん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 新入生も入ってきますから、どん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 やって、もう最強の強豪校を作っていく、みんなでね YouTube 版でいきたいなというふうに思います。はい、レーザービーム送球。はい、またここからね、花さんとかチャコさんとか3年生ね、ハズとかね、3年生活躍するチャンス、ここから甲子園ですから、これ YouTube の方でぜひともお楽しみいただければなと思います。じゃあ一回ね、とりあえず、この配信、ごめんね、これ一回音切った。はい、ご覧いただきましてありがとうございます。なんか燃えたね、これだから甲子園も制覇したいよね、やっぱこの勢いで。やっぱりね、やっぱ俺の好きな野球って、あのね、ちょっとごめんねこのスモールベースボールなのよあのやっぱバントでつないでつないでっていうので、いや内野に転がして転がして相手のミスを誘うっていう野球が好きやね俺昔からね。だから広島カープが好きな、昔の広島カープが好きなんやけど、あのね、こう繋いだおかげでそのうさこ町が打ったりとかっていうのが本当にありえるんだよね甲子園でも。だからハズはヒッティングはあんまり得意じゃないけど、ああやって自分を犠牲にしてこう周りを生かして得点につなげてたやん。だああいう野球って俺も一番好きなのよ、なんか分からんけどねなんかちょっと今日初めてで初年度やけど熱なったよなちょっとなほんでマスミンミンが代打で出てきて桑田って言われてるのが一番面白かったけどねな何が桑田やマスミっていう名前なだけで桑田って呼ばれてかわいそすぎるやろまずに面白い面白い。あとチャンピオンリングスって言われてたもんねチャコはいやつなぐ野球ええやろ、つなぐ桑田になんとかリングスこれまた新入生が入ったら今度 YouTube のコメントで名前つけていって、視聴者参加型で栄冠ナインをやっていきます。うん大福文字も大魔神って呼ばれてたかわいそうに大だけでいや面白いね。これじゃあ今度 YouTube で何時にやろうかな、暇なんですの裏でやろうかな、誰かが暇なんですやってる裏で栄冠ナインやって視聴率競おうかな、もう面白い。あ面白いな高校野球ね。高知野球って何いやでもこう東京都の都大会で優勝できるって結構ね難しいんで、すごい初年度でできた、やっぱこの森キャス学園のチームワークっていうのはやっぱり日本の高校野球に通用するなっていうの分かったんで、次回、甲子園編、夏の甲子園ですから、やっぱり引っ張っててくれた花先輩とかね、ね、ミキ先輩とかが、これで卒業、最後の試合、常に1回戦でも2回戦でも負けたらもう最後の試合になるんで、ここ、春もあります。春もあります。秋大会がまあ、3年生が卒業した後、8月がまあ甲子園よな。
で9月が秋大会始まって10月が秋の地区大会っていうのがあって、そこで好成績を収めたら春の選抜、春は選抜やからね、に選ばれる可能性もあるというところです。なのでこれだから次2年生が主役になりますから、今日名前つけた人で2年生だった人が次試合に出るような3年生全員いなくなるんで、だからもう暑い夏になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、これぜひとも皆さん、森直文の森キャス学園栄冠ナイン、これ YouTube でやりますんで、ぜひ引き続きお楽しみを。はい、楽しみですね。面白かったですか皆さん。はい、ときめく、ときめけ、ときめけば。効果ダサいねん。効果めっちゃダサいねんな、あれ。俺も適当に設定したんやけど。面白い。オッケーオッケー。じゃあこれ YouTube でゲーム配信でやろうかな。楽しかった？ありがとうね。三段活用。いや、素晴らしい。この効果を全国に広めよう。どうにかなりますよ、効果。変えれる12パターンぐらいあって、俺が適当に選んだやつなんで。野球興味持った？面白いやろ？これまたね、俺のね、戦い方、その監督で指示出してたやんか、あの戦い方がちょっとね、もうほんと癖のあるというか、あの、野球好きが好きな戦い方なのよ。その、うわさ、そうやねん、そうやねんっていう。高校ダブルっていうのはなしですか？ダブれないと思いますね。多分、ミキさんは多分プロ野球に行くと思いますね。あの感じだとね。ゲームだとワクワクする。ね、自分の名前もね、登場してくるかもしれないんでね。興奮してくるよね、競ってると。これじゃあやりましょう。みんな、効果みんなで覚えよう。俺も全然初見で聞いたから、今、初めてあれ。もう、こんな歌やったんやと思ってね。ちょっと、度肝も抜かれたし、ダサかったなっていう。ミキさん肩はね、まあでもミキさんセカンドですからね、肩なくとも大丈夫ですけど、まあゲッツー取るときにね、ちょっと肩がね、先輩見て強くなっていただきたいなっていうふうに思います。うん、もうちょっと浅い時間にやろうかな。ゲーム配信は暇なんです。終わったぐらいの、うん、10時ぐらいからにしようかな。でねえ、これ栄冠ナインの生配信ってなんか長い人で7時間とかやるのよ。うん、俺はそんなにできんから、まあいい感じで、なんか1年ぐらいを1回の配信でいけたらいいね。今日はまだ3ヶ月しかやってないから、この時間やって。2時間半やって3ヶ月やから。なので今日はまあ一旦ね、真夜中ということなので、ゲーム実況の方は終わりにさせていただいて、まあこっからは、やっぱ昨日お話ししてた、ぬきちゃんのね、ぬきちゃんの、まあ、ここからモード変わりますからね、皆さんね。はい、モードが バキッと変わります。もう本当に、ギルガメッシュナイトになりますね、ここからね。なるんで、これ一回、どうしようかな。一回配信切らないとコラボキャストできないんだよね。ね、KFC の話にここからなりますんでね。興味ある方は残っていただいて、これ一回配信機ってコラボができる状態、これコラボできる状態っていうのはどうやってやるのか分かんないんですけども、一回ちょっと僕も休憩させてもらってもいいですか。一回休憩させてもらって、でぬきさんちょっと仕事なので寝ます。あ、おやすみなさい。トイレしたい。コラボシゲリーヌも大丈夫ですか。大丈夫ですよ、それはね、それは大丈夫です。これな、何でやりますかね、コラボキャス。ちょっとやり方やっときます。この休憩時間に10分か15分後ぐらいに始めれればなというふうに思いますので、そろそろ寝られる方は本当におやすみなさい。じっくり寝てください。はい、もう2時半、もう3時なんでね、もうじっくり寝てください。おやすみなさい、おやすみなさい。もう全然寝ていいです。全然寝て大丈夫ですよ。はい、なのでよろしくお願いします。ちょっとタバコ買ってくるわ。僕もタバコ吸ってくるんで、一回ちょっとじゃあ配信切りますね。潜って寝ます。ありがとう。はい、というわけで一回切ります。ありがとうございました。皆さん見ていただいて、おやすみなさーい。